コパスダメリカーナは南米サッカー連盟が主催するクラブチームによるサッカーの国際大会であるコンメボルスダメリカーナとも呼ばれる1998年から4回開催されたコパメルコスールとコパメルコノルテを統合する形で2002年より開催されている大会の位置づけとしてはコパコンメボルからの流れを組むコパリベルタドーレスが 欧州でいうところの UEFA チャンピオンズリーグだと、すると、本大会は UEFA ヨーロッパリーグに相当する。大会当初は、日産自動車が冠無リスポンサーとなったため、コパニッサンスダメリカーナが正式名称となっていたが、ブリジストーンを経て、2013年度から2014年度は、トタルが冠無リスポンサーとなったためにコパトータル、スダメリカーナとなっていた。なお、 コパスダメリカーナとはスペイン語で南アメリカ杯の意味である。2019年度からは UEFA ヨーロッパリーグ同様、決勝は一発勝負で開催される。予選から準決勝までは全試合ホームアウェー方式で行われる。主に加盟各国内リーグ戦のうちコパリベルタドーレス出場順位の時点の数チームが出場する権利を得る。 2021年度以降2005年から2008年までは北、中米カリブ海、サッカー連盟からも招待されていた。出場枠数の変遷予選アルゼンチンとブラジル以外の8カ国から出場する32チームが同じ国のチーム同士でホームアウェイ形式で対戦し、勝者はグループステージに進出する。グループステージ予選の勝者16チーム。 アルゼンチンとブラジルから出場する12チーム、同じ年度のコパリベルタドーレスの予選3回戦で、敗退した4チームの計32チームが出場し、各グループの勝者計8チームが決勝トーナメントに進出する。決勝トーナメントグループステージの勝者8チーム、同じ年度のコパリベルタドーレスのグループステージを3位で、敗退した8チームの計16チームが出場する。 準決勝までは、ホームアウェイ形式で対戦する。決勝戦のみ、あらかじめ選定された、中立地での一試合勝負で行い、優勝チームを決定する。予選1回戦直接、党大会に出場する44チームを、南部のチーム対北部のチームとなる、要抽選する。ホームアウェイ形式の対戦の勝者が2回戦に、進出する。 予選2回戦、1回戦の勝者22チームに、同じ年度のコパリベルタドーレスの3回戦、敗退チームの内成績上位2チーム、グループステージを3位で敗退した8チームを加えた、計32チームを抽選し、ホームアウェイ形式で対戦する。対戦の勝者16チームが、決勝トーナメントに進出する。なお、抽選時に、2回戦の試合番号をもとに、 決勝トーナメントの組み合わせも決定される。決勝トーナメント予選2回戦の勝者16チームが進出し、ホームアウェイ形式で対戦する。2019年以降の決勝戦のみ、あらかじめ選定された中立地での一試合勝負で行い、優勝チームを決定する。この大会で優勝したクラブには、レコパスダメリカーナへの出場権が与えられる。 2010年度大会から次年度のコパリベルタドーレスへの出場権も与えられるようになった。また、2008年より J リーグカップの優勝クラブと対戦する国際試合 J リーグカップコパスダメリカーナ王者決定戦に招待されている。ありがとうございます。